こんにちは、ゆりこたいがです。皆さん、チャオー。今日は見てる通り、何か頼んだ？ウーバーイーツから頼みました。イエーイ。そう、いっぱい、私からするといっぱい頼みました。カレー、お寿司、あとはスターバックスのリミテッドエディションの桜シロフォンとユーズティーを頼みました。で、今回はね、コスプレしてるんです。この前撮影会でやってたのコスプレ衣装になります。ちょっとだけ見せます。キレイー、チャチャラジャーン。はい、結構ご主人様お帰りなさいませってな感じ。はい、で今日はちょっと食べながら最近のことと、あとまあ15分ぐらいをしゃべりしたいなと思ってます。キュッ。はい、あ、もう寿司から行きたいと思う。もう寿司大好きなので、よいしょ。で、私の好きな寿司は中トロとサーモンです。よいしょ。さくらってかわいい。はい、で、私はね、この1月と2月はね、ちょっと大変な時期だった。正直1月と2月のは緊急事態宣言に発表されてから、ちょっとまたイベントがなくなったりとか、なんかちょっと大変な時期、なんか時間、家で時間やっぱり増えましたんですね。あんまり外も出ない感じなんですけど、配信で頑張ってます。最近 Twitch というの、サイトなんですけど、外国のサイトなんですけど、結構日本語とイタリア語で今毎3回4回ぐらい配信をしてます。ではとりあえずいただきます。もう中トロから行きたい、中トロから行きたい。うわー、見て、デブだー、かわいい、デブ中トロ。オッケー。ノノノノノノノ。ダメ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 。あ、セーフ。なんとなく、はい、いただきます。あーいただきなかった。一番最初の失敗だ。うそ。あ、いや、これで食べる。おいしい、おいしい。なんかティッシュ手を払う。おいしい。ジャパニーズ寿司はすごいうまいです。めちゃめちゃうまいです。時間の増えたから、やっとアニメが見れたんですよ。やっと、なんかずっと12月まで超忙しかった。もう忙しくて全然見れなかったんですけど、冬のアニメやっと見れた。で、今朝はね、日暮らしのな心に新しいの、アニメリノベーションしましたんですね。はい、見ました。レナちゃんかわいい、超かわいい。日暮らしのな心にはね、私はね、超大好きだったんですよ。で、イタリアにも大人気でした。そう、一番最初はね、ちょっとびっくりしたんですけど、あ、かわいいアニメだーって思ったら全然違った。あ、もう一回中トロ、もう一回中トロいきます。あ、でかい。でかい。口に溶ける。うまうまうまいな。あ、うまい。あ、うまい。うまい。うまいよ。で、日暮らしのな心にを見て、実はね、私15歳の時はコスプレしてたし、で、実はコスプレが持ってます。
そう、まだしてないんですけど、レナちゃんのコスプレが持ってます。私の一番好きなのは実はミオンちゃんなんですけど、やっぱりコスプレするとレナちゃん。あ、そう、あと見てるのはビーストスター2と、あと、あ、呪術廻戦は1の話しかまだ見てないなんですけど、すごい世界中に笑って、もう笑ってになってるから、あ、もうそろそろね全部見ないとなって思った。でもあと刺激の巨人2なんですけど、私のファンはねこの前の撮影会に 言われちゃったの。あのエンディングは、エンディングっていうか何が起きたの、すごい怒っちゃったすごい怒っちゃった、そういうことは言っちゃダメだろう、ネタバレはダメじゃんってすごい言って、超悲しくなっちゃったからまだ見てないんですよ、ちゃんと。いや、なんかもう中にもうってな感じ。あ、これ新しいね、こういう開け方するんだろう、よいしょ。では飲んでいきたいと思います。おいしい、甘いんだけどすごい、カフェラテよりとかサクララテよりは全然そんなに甘くはないです。って言うんだかい、ひゃっくりになっちゃった。ふう、おいしい。ではせっかくだからちょっとだけやっぱりカレーも食べてみたいと思います。やっぱこれココカレーですよね。ココカレーのおいしい匂い、おいしそう。甘いベジタブルカレーというのやつです。ではいただきます。甘い、うん、あ、おいしい。あ、ここ一緒はやっぱりおいしいですね、彼は。うん、野菜の味はしてます。で、やっぱり辛口よりは私甘い口が好き。うん、うん、うん、美味しい、美味しい。うん、で、最後の最後になんか2017年はその文化に興味は持ってたんですけど、平箱はあんまり見てなくて、バーチャル YouTuber に関してはなんか最近が見てます。そう、ピコラちゃんとかかぐやるなちゃんとか、まあさすがに絆愛とか、あとマリンちゃんとか、いっぱい見てます。英語のやつとかホールライブとかも見てます。だからバーチャル YouTuber いいなって思って始まったんですね。やっぱり私もオリジナルゆりこ大河デザインとか、ゆりこ大河二次元とか完全に違うキャラクターとかを作ってみたいなって思って、で、配信するのためにも実はパソコンが必要ですね。今 MacBook Air を使ってますが、やっぱり仕事の時は MacBook Air がすごくいいなんですけど、やっぱりゲームとかそういう VR とかしたいんだったら大きいパソコンがないと難しいんですね。で、この前私の友達が一緒に秋葉原まで行ってちょっとチェックしてみたんだけど、17万ぐらいするんですよね。いや、いた高って思って、まあ実は私のコスプレを考えたらそんなにかなんか高くはないけど、やっぱりなんか思ったよりいい値段しますねと思って、で、さすがにいろんなパーツとかね見つかりにくいんだって。だからまあ配信で頑張って、 YouTube で頑張って、いつかゲーマーのパソコンが手に入れるように頑張ります。はい、彼もお腹いっぱいになっちゃった彼もお腹いっぱいになっちゃったから、もうデザートに行きたいと思います。最後の
最後のこれ、これ今しかない、サコラシャンフィフォン。あれ今絶対間違っちゃった。サコラシャンフィフォン、シャンシフォン、チャンプロンで、絶対呼び方は違うんですけど、私はそんな呼び方してます。よいしょ。かわいい、ピンク。ピンクが一番好きな色。ピンクと紫かな。よっしゃ。あと黄色も好き。よっしゃ。お、あとそうですね、もしかして新曲も出るかもしれないです。そう、今作ってます。何がいい、こんなね2021年いい年になったらいいですねと思って、いろいろプロジェクトも失礼しました、考えてます。失礼。キュン。ああ、私のケーキ。やばい、今ちょろんってになっちゃった。はい、ではいただきます。おお、すごい柔らかそう。あ、全部ピンク、かわいい。へー、え、見えない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 、キューン。はむ、うん、おいしい。これ初めて食べてるんですけど、やっぱおいしい。桜の味しますね。あ、これいいですね。やっぱり桜はいいです。なんか私もシャンプーとか、トリートメントは全部桜のやつもしてるし、ソープとかも桜、今のシーズンが売ってるものを全部買っちゃうんですよ。あ、これいいね。もうデザート的にはもう完璧。食べられるということ？食べないかも。食べる？あ、おいしい。食べられるかどうかは分かんないけど、食べちゃった。食べちゃった。うん。揚げると一緒は美味しい。美味しいですね。うん。あと夏になると柚子がすごい好きです。すごい柚子、それも柚子のもの、柚子のパフュームとかが持ってます。うん。あと、あ、柚子のメイク投資とか、やっぱりユーズと桜が一番好き。食べ物と、スキンケアとか、私のアマゾンリストとかにもユーズとか桜のものはすごく多いです。はい、ではいっぱい話したと思うなんですけど、皆さん楽しかったですか？多分今一緒になんか食べてると雰囲気じゃなかったかな。一緒に食べてお話しして楽しくていいんじゃないですか。言い方はちょっと変なんですけど、はい、ということで最近のゆりこタイガはこんな感じです。よかったらぜひ応援してください。あと、いいねをしてコメントして、よかったらシェアとかもよろしくお願いします。また今度の次の動画で見てね。お疲れ様でした。バイバイ。アリベデッチ。